こんにちは。今回は漫画版トリック、トリックザコミックをご紹介。ということで、皆さんはこの2冊を知っていますか？こちらの2冊は、トリックのコミカライズ本、漫画化された本です。あまりこの本は知られていませんが、中身はどのようになっているのでしょうか？今回は、そんなこの2冊をご紹介していきたいと思います。この2冊はトリックのコミカライズ本であり、トリック・ザ・コミックは母の泉、遠隔殺人、千里眼が漫画に。トリック2・ザ・コミックでは、六墓村、キサムラが漫画になっています。すべての回がコミカライズされているわけではありません。内容に関しては、基本的には同じですが、コミカライズということで、トリック本編にはあったシーンがカットされていたり、本編とは違う行動を行っています。例を挙げると、遠隔殺人で、梅木の死体があった場所に、直子と上田が行くシーン。本来であれば、このシーンは、上田がテレポーテーションと言って、直子のテンプテーションの下りが入ります。ですが、漫画版では、このセリフはカットされ、テレポーテーションを直子の手品で見せるシーンを、消しゴムのカバーではなく、アイスになっています。ちなみに、国門島についてや、構造については、全く触れられていないため、当然、国門島の回はコミカライズされていません。正直、かなりのシーンがカットされていたり、セリフが変わっていたりします。この2冊は個人的に、コレクター向けの書籍だと思っています。理由としては、やはり、一部の回しかコミカライズされていないこと。そして、カットされているシーンやセリフなどが多いことです。映像では見れないけど、トリックが見たいという方は、漫画版ではなく書籍版、つまり小説の方を購入した方がいいでしょう。もちろん、漫画版にも見方を変えれば、漫画としてトリックが若干アレンジされていると考えると、悪い印象は持たないです。あくまでこの2冊は、コレクターの方にとっては、購入しても良いのではないかと思います。この2冊は漫画ということで、調べると、漫画サイトなどで無料で一部試し読みができます。気になる方は、このようなサイトで試し読みをしてみてはどうでしょうか？試し読みの部分だけでも、カットされたシーンやセリフ、セリフが変わっている部分などがわかるかと思います。先ほど言ったように、漫画として面白く、わかりやすくするためにトリックが若干アレンジされていると考えれば、悪い印象は持ちません。逆に、漫画版も面白いなと思えるはずです。コレクター向けの書籍だとは思いますが、気になる方は Amazon で2冊とも500円いかない値段で取引されていますから、ぜひ読んでみてください。いかがでしたでしょうか？それではまたお会いしましょう。